ふわっと金様始まりました、はい、ということでございます。金様こと安田金です。どうもよろしくお願いします。お願いいたします、はい、いかがですか。いやこの間ね、めっちゃ眠たかったですよ。めっちゃ眠たくて、うん、もうこんなもう布団に入ったらそうやもう3秒ぐらい伸びたくんや3秒ぐらいで眠れるなってぐらい、うん、もうはぁやっと眠れるってパーンって布団かぶった瞬間にちょっとめり込み入ったんですよ。ああはいはいはい、あって思ったけどもうめちゃめちゃ眠たいからもうこのまま寝ようって思ったけど、うん、いや待てよと明日の朝また目がバーンって腫れてたりしたら、うんうんうん、これはまずいとやばかんって寝たかんって降りてこう来てその顔洗いに行ったわけですよ。ちょっと水溜めてこうやってガッガッガッってやってだってもう何も異物が取れないんですよ。うんうん、どないなってんねんと思ってこの目の奥をこうしてたらここからですよもうなんか昔ここから石取りますっていうみたいな感じで目のここから黒いね2ミリぐらいですかブリーンって出てきてなんやこれって思ってよくよく考えたら自分の僕の枕カバーがねタオル生地なんですけど、うん、なんちったらいいですかねこう生地こうタオルの生地が立つじゃないですか、うんうん、あれが1個取れててあれが目に入ってて2ミリぐらいの、うん、ブリーンって出てきたこの確率すげえなって今までの中で生きてきた中で一番目から大きいものが出てきたと思う。それは奥の奥に入ってたんでしょうね。初めも取れなかったんですよ。安田さんあれですよね。コンタクトしてはるから、はい、目に異物は割と慣れてはる。あ、ほんまや。コンタクトの方がでかいんや、うん。なるほどね。最大ではないかもしれない。なるほどね。ほんまやな。じゃあゴミの話です。ゴミの話ね。というわけで、今回はもう後ろにも看板が見えてますし、はい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 、建物自体がそうなんですが柏原市役所前に来ております。柏原市ですよ。そうです、はい、柏原市といえばおえワインワインですよ。まさにその通りでございました。ま、今日はですね、柏原市役所の前の展示機にある公園でですね、出た、はい、大阪ワインフェス来た2024 in 柏原という お祭りが行われておりますので、うん、では早速行きましょうよ。参りましょうか、はい、もう渡ったところですので、はい、では行きましょう。お、このたこ焼きなんでこんなに美味しいんやろ。やっぱり作ってる人の腕が違うやろな。それはな、どれ、ソースと粉が違うね。社長、味の違いはこだわりの素材と秘伝の製法にあり、ソースも粉も泉食品。味に究極はなく味とともに歩む。金様おすすめ。どうなってんの。あ、お、お、すげえ、お、いっぱいテント並んでますよ。すごい、いろんなブースが、うん、高井さんからこの大阪ワインフェス2024について、これはどういうシステムなのか今日教えてもらってもいいですか。あ、はい、ありがとうございま す, います。こちらワインフェスでワインを飲んでもらう、はい、あのイベントなんですけれども、うん、あのワイナリーたちが懇意にしている飲食店さん超美味しいとこばっかり、はい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 、でまず受付 でチケットを買ってもらってグラスをもらって、うん、3000円のこうベーっとで、はいはい、続いたチケットがありますのでそれで、好きなワインを飲んでもらう形になります。ワイナリーは10ワイナリー で、はい、10で飲食店さんが27です。すごいな。結構な。70種類はワイン飲めます。おお、熱いな。ベロンベロンになるよ。あらめっちゃ作戦立ててくださいね。あ、そう考えて、あ、そう考えて飲まなかんねん。久しぶり、お久しぶり、ほんまにご無沙汰してます。もっと来てよ。行きたい行きたい。この魅力をね、柏原市の魅力をどんどん出す、またその一つが今日の、そうそう、この大阪ワインフェスの、もうすっごい人数来てくれますからね、うん、柏原にね。でもちろん今年もワイナリーはじめ、はい、多くのね関西のワイナリーもう集結してますし、またこれご飯がまた美味しいんですよ。これグルメがすごいんで、はい、ぜひ皆さんね、うん、来ていただきたいなと思うんですけど、11年目になるんでね、はい、また頑張っていきたいなと思ってるんで、でちょうど今あのガンダムマンホールが、おっとガンダムマンホール、ガンダムホール、これがね、はい、柏原市に寄贈されまして、はい、今は市役所にあるけど、今は市役所あるけど、5月の中頃には柏原地区と国分地区1個ずつ置かせていただく、うん、なんで、これはこれで、そうなんですよ、今日ぐらいですよ、はい、だから2つ並んでるのも入れんの、ガンダムとドムが並んでますから、ね、ドムドムが並んでます。
ちょっとびっくりしますよ。ほんまや、うん、でもドブドブからドブからちゃうちゃう今日はワインから、今日ワインか ら, ンからなるほど、うん、そうネクタイもドブっぽいネクタイ、ほんまやドブの目じゃないんだ、ドブじゃない、ドブじゃない、ほんまにね。でも金さんも今日もね、はい、楽しんで飲んで食べて、はい、でマンホール見て、はい、カジュアルを一日楽しんでほしいです。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はまた飲みに来た。飲みに来てました。飲みに来ました。どこでも紳士の気持ちで。そうそうそう。あのブドウの木枯れてるかもわかりません。怖い怖い怖い。枯れてないでしょ。でちゃんと見ておきました。ありがとうございます。あのやつは今回のワインには反映されてない。どうで入ってますよ。入ってる。タコちゃんに入ってる。タコちゃん。あわ乾杯。タコちゃん飲もう。まずはもうタコさん。タコさん大好き。タコちゃんを改めてもう一回説明すると、タコ焼き味じゃなくて。でよう知ってまんなさい。知ってますよ、知ってますよ。たこ焼き味やろうて。今日の料理は本当にフレンチ、イタリアン、何でも合いますよ。ね、漢方料理にも美味しい。なるほど。たこさんやからたこ焼きに合う参拝とか言うてるけど。最初はね、はい、たこ焼きが大好きで私は。はい、でたこ焼きでビール飲むの、けたくそ悪いのでワインメーカーとしては。でそこで作ったのがたこしゃんやねん。たこしゃんやってん。そやけどな、実際な、よう買うてくれるのがな、はい、イタリアン、フレンチ、漢方料理やねん。なるほど。世の中分かりまへん、分からんもんですね、分からんもんですね。じゃあとりあえず金ちゃん一杯目、今日はタコちゃんで行きましょうか。タコちゃんで行きましょうか。タコちゃんです。ありがとうございます。出た、いただきました。出た、タコちゃん。もう言うても僕スパークリングワインの方が得意って言い続けてるのはタコちゃんが美味しいおかげだと思うよ。本日の一杯目、タコちゃんが入りました。さあ、美味しい。このシュワットの中にこのブドウの甘みが来て美味しい。あら、アスカワインさん。アスカワインさん、はい、はい、特徴はどんなところにあるんでしょうか。特徴ですか、はい、そうですね、あの非常に、飲みやすい。飲みやすい、はい、あの日本の料理によく合う、はいはいはい、ワインですね、はい、和食にも合う。和食には、はい、今日一番おすすめはどちらになりますか。はい、ね、おすすめですか、あのリースリング。リースリン グ, リング、はいはい、白でした、はい、あれがいいですかね、はい、ほんで赤はですね、はい、このアスカ浄土ワイン、はい、これがいいですね。へ、はい、そうですね、あの非常に、柔らかい柔らか い, 柔らかい、非常に飲みやすいワインです。あまりきつくないですね、はい、飲みやすいワインです、はい、あら、アスカワインさんはどちらで。じゃあ、あのハベキノの方で、ハベキノのアスカというところで、はいはい、やってます。結構歴史も。そうですね、だいたい90年近く、はい、80年から90年近くやってますね、はい、いや、その歴史も味わいながら、味わいながら、はい、ぜひ飲んでください。はい、じゃあ早速いただきます。ありがとうございます。色が綺麗。ほんまよ。ありがとうございます。あ、ありがとう。あ、もったいない。ありがとうございます。あ、いただきます。ありがとうございます。あら、見てごらん。素晴らしい。いい、憧れのアカデミーです。あのワインの僕とか素人やからワインの歌をガーって、わワインいらっしゃいってぐらいガーって来るけど、来ない来ない、優しい優しい、うん、ちょっと食べ物行きましょうよ。食べ物ね、何があるでしょうか。あ、お久しぶりです。取材大丈夫ですか。大丈夫です。あら、はい、します。僕は、はい、大丈夫です。赤に合うパンを求めてやってきました。あ、ちゃんと今日準備してますので。あら、はい、じゃあ今日 赤ワインに合うパンを一つ。今日はだからローストビーフのサンドイッチとか、いわゆる自家製のローストビーフになってます。ほら、こんな豪華な。結構ガッツリガッツリやね。はい、行こう。あとはベーグルも今日は2種類スペシャリティですね。へえ、はい、ちょっとこれにしようか。赤の、これ赤ね、これね、これは赤ワインに合いそうですか。あ、もう無理やりはしてますやん、もう。あ、このパンもええ香りする。パンとワインです。さあ、ほらほら、中になんか入ってる。これ何が入ってるんですか。クラウンベリーと、はい、ピーカンナッツが今日入ってます。ピーカンナッツ、マリアージュ、目
つぶってまうね。つぶってしまう。おいしい。和歌山の湯浅ワイナリーさん。湯浅。5年前にね。はい、5年前なんですか、ええ、できたばかりの。あら、めっちゃ最近じゃないですか。そうかな、5年も経ったんですけど。いや、まあ、そりゃそうです。作った方ではそうです。いや、すごい。僕、出身和歌山で、湯浅ワインって聞いたことなかったんで。でも5年だったんだ。うん、特徴どんなの。そうや、彼がね、来た。40年ワイン作りやってて、それが湯浅に来たってこと？あ、そうですね。あら、あの湯浅ってね、もともと醸造の町やったんですよ。で、あの醤油とかね、はい、発祥の地なんです。醤油のイメージがあります。そう。うん、で、そういう近代水無足とかありましてね、はい、あのだからこれ醤油っていうのがあるんですよ。醤油醤油醤油、これ4月1日に出したやつですよ。え、今日飲めるの醤油？飲めますよ。もう長蛇の列でね、今日ありがたいことですよ。すごい。醤油見てみたいな。醤油、いやでもね、赤ワインと醤油を合わすのなかなか難しいと思うんですけど、うん、このワインはね、はい、やっぱりそういうふうに醤油料理とか和食に合わせやすいワイン、ね、なるほど。だからお刺身にちょっと醤油つけて食べた口に合うとか。あ、そういう赤ワインでね。醤油には醤油は入ってないんですよ。いや、入ってないやつ。いや、たこさんがたこ焼き味って言うてもいいんじゃないか。本当入れたいんですけどね、はい、入ってないです、もう 100% ブドウですね。醤油飲んだら和食がええかなという感じですかね。ぴったしですね。ぴったしです。じゃあ醤油いただいて、ね、和の料理探しに行きます。これ見ていただくと、この色の濃さとか、お分かりいただけますか。なるほど。はい。で、こう見ていただくとね、この色濃いのもね、はい。で、これね、なんで醤油に合うかというとね、あの飲んでいただくとね、見た感じはあのボルドーのね、しっかりしたワインとか香りがあるんですけど、はい、飲むとね、酸味とかが、酸味はね、しっかりしてるんですけど、タンニン分とか穏やかなんですよ。だからね、割と和食なんかにも合わせやすい赤っていうので、非常に特徴的な赤ですね。そういうのがありましてね、面白いんでね、あのぜひとも今回ね、ここでコマーシャルさせていただければと思ってます。すごいな。PR してください。でも飲みやすい、まあ、だから和食に合いやすい。そういうことなんや。そういうこと。そういうことや。和食に合う、ほう、赤ワインをいただきましたので、はい、その和食を探してやってきましたら、ここに八尾のうなぎ屋さんがございましたので、はい、うなぎ寿司五ヶ瀬川と申します、はい、どういうお店になるか教えていただけますでしょうか。もう昭和の40年代から、はい、仙台の、から受け継いだ、うん、社長が、はい、オーナーがやってるうなぎ屋なんですけれども、まあ縁がありまして、うん、あの赤ワイン、ワインこういうワインフェスっていうところに、はい、たびたび呼んでいただきまして、でその片手にワイン片手にうなぎっていうのをいいですね、はい、コンセプトにワインに合ううなぎはなんやろなって探した時に、はい、うち商標も取ってるんですけど、はい、このうなもちっていうのを作りまして、うなもちってあるもちってついてるからもちでいいの、はい、ね、もち米じゃなく普通のご飯なんですけど、ボブ好きぐらいで切りたんぽ状にしまして、でその周りにうなぎを巻きまして、はい、だって今まで串で、うな丼食べたことありますよね。そういうこと、片手にワイン片手にうな丼、そういうコンセプトでやらせて。これはあれですか、お店に行っても食べれますか。いえ、ね、こういうイベントで食べれないやん、はい、なんで作ったらよろしいやん。いや、ね、なかなかね、もう限定という形で、限定だ、はい、隣にパンもあるよ。これはね、今回出させていただくにあたって、コインさせてもらってるスワーハさんっていう、コラボ商品だね、はい、コラボ商品で贅沢。だからこれほんまにさっき言ってた、俺はうなぎが巻かれてる。はい、さあ赤ワインに合うか、そのいいですか、買ってて、はい、どうぞ。うわ、絶対美味しいよこれ。うん、どんな食感ですか。うなぎがこう感じちゃってうまい。めちゃめちゃ美味しい。ありがとうございます。お店に行けばうな重がちゃんと食べれるんですよね。はい、お店ではしっかり、しっかりうな重が食べれる、盛大なうなぎを使っております。そして赤ワイン、ワインでも忘れてた、はい、ワインこれが美味しすぎて、はい、ワイン合う、このコラボ合う。八尾にあるって。八尾です。八尾のどこかは聞いてるのか。そうですね、最寄り駅は八尾南駅になりまして、八尾南駅になりまして、ね、住所でいうと太田新町になるんですよ。八尾空港の裏手ぐらいになるんです、裏手、はい、だいぶじゃあそうですね、ちょっとね真逆になるから遠いって感じですね。いや、駅からはちょっと歩いていただかないとあかんなんですけど、まあ駐車場はご用意させてもらってますので、またお店の方にお問い合わせいただければ
あのご案内させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。かまちまいさん、あ、来た。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いいたします。お願いします。かまちまいさん、改めまして特徴をお願いできますでしょうか。うちのワインの特徴ですか。はい、うちのワインの特徴はですね、今日持ってきているのは全て非常に飲みやすい。はい、ライトユーザーからもうヘビーユーザーまで全てを網羅してますんでですね。もう改めましてになりますが、かまちまいさんの歴史を教えていただけますか。実はですね、誰にも言ってないんですけど。誰にも言ってない。ここだけでいいんですか。今年90周年を迎えております。はい。暑いな。はい。でもその90周年を迎えるにあたって、はい、今年はもうイベントが目白押しですんで、その口火を切るのが今日でございます。なるほど。そのスタートにふさわしいワインばっかりを今日はお持ちしました。はい、今日おすすめのワインといいますか、気になる彼が試飲したいと思ってますんで、はい、そうですね、金様にふさわしいワインはやっぱりこの、ここで初めてオレンジを教えてもらったんです。あ、そうですか、ありがとうございます。でもね、4月に出たばっかりの、はい、ロゼのスパーリング、ロゼ来た、ロゼや、ロゼや、言うてたらロゼと僕のスパーリング、スパーリング、はい、来た、はい、もうさっきまであったんですけども、売り切れたんで飲めない、嘘です、あるんで、嘘あるんですけど、こっちですね、あるはめちゃくちゃ売るほどあります、売るほどある、売るほどある、これでも一番今日おすすめなんで、一番左に来てますけども、これを一番飲んでほしいんで、やっぱ4月ですから、やった、桜の季節ということで、スパークリング大好きです、はい、じゃあそれを今日どんな味なのか、まずちょっとご説明いただけますか。これですか。これは非常に、まあ、うちの中でもいろんなブドウの品種が入ってて、はい、それぞれのこう良さをこう、ね、引き出したようなスパークリングワインなんで、うん、まあ、食事にもいいし、ワインだけでもいいですし、うん、非常にまあ万能なロゼのスパークリング、いやー、はい、お名前が飲みたいです、はい、キエイロゼスパークリング、キエイってどういう意味なんですか。これ新進気鋭から取ってるんです。おー、はい、まあ、挑戦というテーマ、言われたらおーってなりますね。さっきからずっとおーばっかり言ってるけど、新進気鋭、はい、味もやっぱりちょっと違うんですよ、ね、そうです、まあ、挑戦っていうテーマが入ってますんで、はい、日々こう進化し続けていくというか、そういう形の思いをこのワインに込めてますんで、こうヴィンテージごとに味のコンセプトがまた変わっていくっていう、ちょっと面白いシリーズですね。やっぱそういう思いが、そう、はい、話聞けば聞くほど美味しそう、そうなんですよ、はいはい、よいしょ、来るよ、来い、もうどうせ濡れてるから大丈夫です。おーい、うわー、嬉しい、あら、めちゃめちゃ綺麗、ありがとうございます。あ、綺麗だ、めちゃめちゃ綺麗、入れすぎた、ほら、大丈夫、返してもらっていいですか。スパークリング大好きなんで、返してもらっていいですか。すっきり、めちゃめちゃ飲みやすいですね、はい、非常にフルーティーです、はい、ほんまに。さっきまで何か飲むたびにどっか食事行こうって言うてた僕が、もうこれだけでもいいっていうぐらい、止めですかこれで。うん、めっちゃ冷えてて美味しいっす。そうです、やっぱスパークリング冷えてた方がいいんで、おっさんがグッとこう引き締まるんで、冷えた方がなんやかんや言うて、やっぱりスパークリングが一番好きです。ありがとうございます。どうも、はじめまして。はじめまして、お願いします。はい、大阪ぶどうワインの里、ワインの里、はい、22年にできたばかりの、あ、できたてや、うん、そうなんですよ、2022年、そうなんです、2年まだ、そうです。あら、これがそのできたワインの初めて、すごいな、歴史や、一番最初のスタートが、ね、そうです、今日はだからこの一番最初のワインと去年できたのと2本立て持ってきたんです。最初のやつを今日飲めるんや。そうです、これを飲んだことあるって言えるってすごいすごいね。いや、あの、ほんまに出回ってる数も少ないんで、はい、なんでまた新しくスタートさせようと。僕、はい、ちょっとね、あの、羽曳野の方のね、羽曳野の方で、ぶどう酒屋さんで、従業員で働いてたんですけど、ちょっと思うところあって、独立して、ほんで、それで始めたのが、この。へぇー、自分でワインを作ろうと。いやいやいや、まあ、もう、それよりもね、ぶどう僕、作るのが好きやったんで。ワイン作りよりも、ぶどう作る方。そうです、そうです。はい、それで、ぶどう作りながら、こうやって自分のオリジナルのワインも出させてもらってるんですよ。ちなみに、ぶどうは何年ぐらい作る。あ、ね、ぶどう作るのは、僕は今54なんですけど、はいはい、40の時に会社辞めて。動きがありますね。急に俺辞めて、ほんでそれで初めてぶどう作り始めて、はい、でそれでもうかれこれ10年作ってきて、はい、そのぶどうを使って、はい、ワインを作ろうと。はい、そうなんです。ワインのカリティがすごいな。いやいや、本当にね、自分もここまでやると思ってなかった。いや、こうやって形になってるっていうのはすごいね、すごい素敵。いやいや、そないと言ってもらえたらありがたいですわ。ほんまに、あの、ワインの特徴をまず教えてください。ワインはね、ほ
本当にね、すごくなんていうか、もう分かりやすく。分かりやすく。しかも、美味しい。もう誰が飲んでもうまいって飲んでいただけるようなワイン作ってます。はい。癖はあまりない感じですか？そうですね。いろんな方々、やっぱりワイン、まずは親しんでもらいたいんで。大阪ってこんな近いところ産地あるいうてても、こんな大都会のになんか作ってはるブドウがあるとか、そういうの知らん人多いから、少しでもね多くの方にそういうのに親しんでもらいたいんですよ。すごい。せっかくなんでね、はい、今日はこの初めて出た時のやったですよね。いいですか、じゃあグラスを。これ2023ではちょっと寂しかったもん。じゃあグラスを。やっぱり初年度の一番最初、はい、そうですね、これを飲んだことがあるっていうのが一つの歴史にもいいですね。じゃああら、いいですか、いただいて。どうぞどうぞ。いただきます。いただきます。なかなかね、この市中に出回ってないワインなんで、はい、ぜひぜひ飲んでいただいて。ほんまにシンプルに美味しい、うん、そういうのを言っていただけると、もうなんか僕の代わりになんか思ってたことを中央喋ってくれる。ブドウの甘みをしっかり出てたよ。めちゃめちゃ美味しいです。あ、そうなんですよ。そういうのも感じていただければね、本当になんていうか嬉しいです。すごい。さあ安田さん、エンディングでございます、はい、いや寂しい。寂しいと思う。これ以下にもっと痛い、もっと痛い。あ、痛いですよ。はい。まあこれは収録なんで、収録が終わったら好きなだけ。いや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 。でもなんかこういうさ、イベントはいろんな地域のワインがいっぱい集まるから、うん、なんかやっぱり楽しいですね。いや本当にワイン好きの方すごいですね。これ雨ですよ今日。お前めっちゃおる。めちゃくちゃな雨ですよ今日。これ晴れてたらもっとね。晴れてたらもっとでしょうね。って思うわ。うん。あ、すごいすごい。こうやって客観的に見たらね、いやいやいや。雨でどうなるかと思いましたけど、こんだけ集まってくれてた、ね。僕もう雨あんま打たれてる感はなかったよ。普通に飲んでたからかな。酔っ払ってるんじゃないですか、それは。バレてるわ。酔ってたんとちゃいますか。だいぶ飲みましたよ。はい、河内のワインだけじゃなくて、うん、日本のワインが今多分暑いんで。和歌山もあり、そうで地元の柏原でもあり、新しいものが生まれ、うん、多分全国のどこの都道府県行っても新しいワインが、ね、うんうん、あると思うから、うん、やっぱりもっと海外のワインを楽しむのも嬉しいけど、うん、日本のワインにちょっと皆さんちょっとフィーチャーしていただいても、うんうんうん、ちょっと楽しいんじゃないですかって思います。思いますよ、うん、はい、ちょっとますますワイン、まだまだ治療目ですけど登ってきますんで、まだこれからまだ登るんですか。そうそう、当たり前じゃないですか。まだ僕なんか初心者の初心者じゃないですか。ドレツがね、初心者の初心者。ほな、ほなでは行ってらっしゃい。フラフラや、千鳥足や。